ミミゲネズミキツネザルは、哺乳高霊長目、小人キツネザルかミミゲネズミキツネザル属に分類される霊長類。本種のみでミミゲネズミキツネザル属を構成する。マ、ま、ダガスカル東部記載されてから数頭の標本しか採集されていなかったが、1989年に再発見された。1994年以降はより広い範囲に分布することが判明している。 東道長12.5から1 6ートル。尾が14から1 9 5トル。体重65から9 0ム。背面は、単赤色,色や褐色ががかった、灰色。覆面は、泡灰色。次回周辺の体毛が伸長する。以前は、コビトキツネザル属ケロギャリアスに分類されていた。ワミオが耳ゲコビトキツネザルなどとされることもあった。 日本哺乳類学会の標準和名及び日本、モンキーセンター霊長類和名、変産ワーキンググループでは、本種の和名を、耳ミミゲネズミきつねざるとしている。多湿なし前輪に生息するが、ある程度は、人の手の入った環境にも生息する。ペアもしくはその幼獣からなる、家族群を形成して生活すると考えられている。夜行性で、地上3から5メートルの高さにある軌道で休む。 5から9月の寒気には休眠すると考えられている。花の蜜や樹脂などを食べると考えられている。飼育下では昆虫、果実、蜂蜜を食べた例もある。1から2月に出産する。農地開発や焼き綿農業による生息地の破壊、食用の狩猟などにより生息数が減少している。1975年のワシントン条約発行時から、 小人キツネザルカ単位で、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。